はい、こんばんは。こんばんは。はい、ということで、始まりましたカモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。はい、カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい。いやちょっとこれさすがにずっとかけてたらしんどいですね。いやちょっと奥さんにもらったんですけど、はいはい、あのウンルーペをちょっとねもらったんですよ。やっぱりこれかけたらめっちゃ本とか読みやすいですね。はい、もう初老だということに、自覚を持ちました、平田です。はい、っていう感じなんですけど、はい、はい、この間ね、あの塚田真里奈監督のそうですね、体の味、はい、はい、上映、来させてもらいまして、はい、ありがとうございます。はい、見させてもらいました。はい、いやもうなかなかなんて言うんでしょう、あの迫力満点というか、あのいろんな意味で迫力ありましたね。そうですね、うん、まあまあ125分っていうね結構いい感じの時間で、うん、まあ、しっかり作り上げてるんで、ね、時間はねそんな感じなかったですけど、ね、短く感じたでしょ。うん、そうそうそう、全然そんな長くは感じなかったですね、うん、はい、なんやろ、別にお尻が痛くなることもなく、はいはい、うん、あのいい感じで時間は流れてたと思うんですけど、はい、やっぱりなんかその監督自身のその思いが熱いというか、ご自身の経験を、そうですね、まああの、うん、全く同じではなくてね、はいはい、若干設定変えたりとか、うん、いろんな形で、まあもちろん作品にするために、うん、あの動かしているものがあるんですけど、はい、まあ、だからその実体験から出てくるセリフなんで、うん、もうセリフ一つ一つの重みが全然違うというか、うん、実際にねあった本当にあったセリフというか会話というか、そうなんですよ、ね、うん、そこ取り入れてはるからね、うん、それはねやっぱりだいぶその、うん、見ててそれを感じましたね。そうですね、うん、でまああの終わってからね、うん、そう塚田監督と実際にこのやり取りというか、はいはいはい、あの質問もさせてもらえて、うん、いろいろ確認もさせていただけたんで、まあ、なかなかその監督自身から、演出の意図とか、はいはい、なんでこんなことやったのかとかそういう話って聞ける機会ってなかなかない、うん、ないですよね、うん、直接質問して答えが返ってくるって、はいはい、まあ、なかなかないので非常にまあ僕も勉強になったというか、うん、参考になったというか、はい、やっぱりもうこの規模ならではのやり方なんで、うん、ね、何より、ね、びっくりしたのが、はい、あの、着いた瞬間に監督の顔めっちゃでかいですからね、うん、大スクリーンにあのドアップでドーンって出てくるのがおおっていう感じでしたけど、そうそうそう、まあ、監督自身はそうなってるとは思ってない、ね、そうそうそ う, そう全く思ってない自分はパソコンの前で皆さんの顔見ながら喋ってるから、そうそうそう、なんていうんやろ、スマホのこのぐらいの画面で見たらちょうどいいぐらいやねんけどまさかそれがあの大画面にされるとは、映し出されてる、そう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 、あれもしあのなんていうんですかね、あの大劇場とかのスクリーンとか、はい、あの300インチとかになってたら、うん、えらいことになってましたねあれ。いやでも、うんうん、あの塚田監督、僕は初めてお会いしたというか、はい、まあ、あのお見かけしたというか、あの だったんですけど、あの何その思ってたよりなんかチャーミングな感じの、あ、はい、あの方で、あの、うん、へーとか思いながら見てたんですけど、うん、そうですね、うん、まあ、彼女が作った、あ、作品なんや、なんかこう意外性というか、なんかね、そんな感じはしますよね。ね、うん、うん、まあ、非常に楽しい時間を、過ごせたかなと思います。ありがとうございます。まあ、またね、だからこういうイベントね、まあ、いろんな監督と、はい、まあ、今回塚田さんで3人目やったので、はいはいはい、はい、またまあ、どんどんやりたいのはやりたいんですけどもこの状況なのでちょっとですね、ちょこちょこっと、ね、今度多分ね10月ぐらいかなと思ってます、うん、はいはいはい、はい、また今ちょっと違う監督にオファーしてるので、なるほど、はい、うん、まあ、ぜひそういう機会がね、そうですね、ね、やっぱなかなかその制作者から直接話聞ける機会ってないだろうし、うん、うん、まあ広がっていっていろんなその交流になっていけば、そうですね、ね、まあ、マテリアルがもともと目指してたのはそういうところを目指してたんで、はい、まあ、非常にいいイベントになっていくんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、はい、まあ、まだ皆さんも機会があれば、そうですね、来ていただければ、ね、はい、もう実感していただけると思います、ね、何よりね、まあ、ここその、何段ついて、はいはいはい、ね、その各段ごとに、うん、まあ、いくつかの椅子があってみたいな感じで、はい、なってるんで、別に前の人の頭で見えないとかっていうのは絶対ないし、うん、はい、で、まあ、言うても人数めちゃめちゃ少ないですから、うん、でその中で、まあ、監督と、まあ、質問質疑応答ができるという空間なんで、はいはい、なかなかないと思いますんで、ね、はい、
まあ、見ながらこんなこと聞きたいなとか思いながら見てもらっても全然大丈夫かなと思うぐらいなんで、はい、普通に聞けますからね。ね、うん、まあ本当はねその直に会ってみたいなことができるともっといいのかなと思うんですけど、うん、まあでも逆に言うと遠いところにいらっしゃる監督とかそれがね、繋いでくれる、全然普通にできるので、ね、そうなんですよね、わざわざね来てもらうっていうのは、そうもう交通費が必要ないので、うん、まあ今ならではのイベントだと思いますので、ぜひぜひ、はいはい、また次回会った時は、見てらっしゃる方も参加してみて、そうですね、はい、ぜひ来てください、本当に、はい、という感じですね、はい、はい、でですね、はい、今日のメインなんですけど、はいはい、ちょっとね最近ね、はい、思うことがあって、うん、そのまあこの間もそのお盆にね、はい、友達のとこ行く予定だったのがそのまあ行くとその隣の村で出たそのコロナ感染者の方が一家丸ごと引っ越さなきゃいけなかったみたいなことがあったとかいう話があったり、はいはい、まあまあ、テレビなんかでもよく言われてますけど、うん、そのコロナの感染者が出られたお家の、お子さんが、うん、当分学校に通わないでくれって言われたりとか、うん、あるいはコロナ の, その受け入れ病院の看護師さん の, あの娘さんとかの保育園の受け入れ断られたりと か,、うん、なんかそういう話っていろいろあるじゃないですか、はいはいはい、その不寛容な社会にどん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 なんか日本ってなっていってるよなってすごい感じていて、うん、で実はそれってどっから来てんのって話を今日ちょっとしてみたいなみたいな、うん、この間もほら言ってたじゃないですか、空気読めないっていうのがみんなの行動を阻害してるというか、うん、その人と違うことをやるっていうことに対してすごいこう同調圧力があって、はいはい、なかなかこう一歩踏み出せないっていう状況を作ってんじゃないかみたいなことをね、この間話してたと思うんですけど、はい、それってどっから来たんって話なんですよ、うん、簡単に言うと実は江戸時代から来てるんですよね、もう江戸時代から来ていて、実はこれは江戸幕府が作った隣組とか、五人組とかって多分社会の日本史の時間で出てきたと思うんですけど、要するに何かその五人組の中で誰かがここで悪いことをやったら五人とも連座してしまうと、だからお前らお互い監視しない、し合いなさいよと、何かあったら連帯責任、そう、はいはい、まあ、いわゆる連帯責任ってやつですね、うん、だからお互いを監視してるんですよ、はいはい、でこれ面白いのはね、江戸時代って身分によって髪の結い方が違ったってしてます、はいはいはい、いわゆる侍はちょんまげに分けるでしょ、うん、はい、で、町人は町人曲げっていうのがあるわけですよ、うん、はい、で曲げを言うことができる人は、うん、あれ実は専門職やったんですよ、はい、紙結い職人っていうのは実は、はい、幕府から認定されてる人しかできないです、うん、で紙結い職人がちゃんと紙を言ってあげないとその人の身分は確定しないです、はい、だから紙結い職人って実はね密偵の役割もしてるんです、うん、で今でもそうですけど、うん、散髪屋さんとか行ったらね、散髪屋さんが、うん、どうすか最近とか、なんか、いやちょっと肩凝ってるねとかって言いながらなんか話しかけてきてくれて、いろいろこうなんかね、うん、会話したりとかするじゃないですか、はいはい、お客さんなんか言い方してるけどなんかスポーツやったったなとか、なんか絶対言うてきはったりとかあるわけですよね、うん、でそこでいろんな会話するでしょ、紙結い職人全部聞いてるんですよ、うん、でこいつなんかこんなこと言ってましたよって番所に届けてるんです、うん、とかそういう役目も実は紙結い職人、これ言えてないの、紙結い職人にはあって、本当にね密偵社会というか、うん、密告社会みたいなのを実は江戸幕府は作り上げてたんですね、うんうん、でそれが実はそのまま文化になっちゃったのが今の同調圧力なんですよ、うんうん、まあ言ったら江戸幕府っていうのは少ないその役人の数で全国を統治しなきゃいけなかったんで、うん、はい、そのためにいろんな仕掛けをやってるんですね。固定化してない、室町時代戦国時代だったのが、うん、完全固定化してしまったのが、江戸時代なんですね、はい、だからそこで生まれたその、民衆を統治するためのやり方として、うん、いわゆる監視システムとしての5人組とか隣組みたいなのが、本当に固定化しちゃって、
なんか文化だと感錯覚しちゃったのが実は日本なんですよね。だから江戸期より前と江戸期より後ではあのそこに生きてる人の感覚が全然違う。で、はい、それをダメ押ししたのが明治政府。僕らでもね昔その、運動部とか入ってたら一個上の先輩に言うこと絶対聞かなあかんわけですよね。そうですね。もう一個でも年が上やったら、はい、もう絶対言うこと聞かなあかん、それが当たり前みたいな。僕はどっちかというとそれに反発してたタイプの人だったんですけど、はい、よくあの先輩と喧嘩してましたけどそうそうそう、だからそういうなんかあの上下関係、まあ徴用の上なんてすごい言い方しますけどね、あのでもそれっておかしいじゃないですか。上のやつが今度は間違ってた時はどうすんねんっていう話があるわけでしょ、うん、それでも上に従わなきゃいけないっておかしな話なんです、はい、うん、だからそこを、じゃあどうするっていうのを、考えていかなきゃいけないんですけど、固定化した社会の中でそれ考えないから、うん、どんどんなんかおかしな方向に行ってしまうみたいなことが起こったりとかするわけですよね、うんうん、まあ、だからあのまさにその KY 空気読まないっていう話っていうのはどっから来てんねんっていうと、実は江戸時代の監視社会から来ていて、だから周りになんか俺なんか変なことしてないっていう確認をしなきゃいけないから、周りの人と違うことやったらどうしよう、幕府に言われたらどうしようとか思うから、それがどん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 なんか意識の中にすり込まれていった結果が KY話なんですよね。もちろんその社会的なもののところの縦の関係性っていうのは置いとかなあかんと思うんですよ、うんうんうん、その中身ですよね、うん、中身、例えば意見が言えるとかそういうところでは絶対こう横のつながり、横になっていかないと絶対その例えば先輩でありの、まあ、上司でありの、まあ、その普通には意見が言えるっていう風な状況を自分で作っていかなあかんというか、周りも作っていかなあかんっていうような、やっぱりそういう会社っていうのは絶対あのどんどん大きくなっていってると思いますし、昔みたいにその縦社会が厳しいところは多分どんどん衰退していくと思うんですよね何かしらもうトップが失敗したらもう終わりじゃないですか。じゃなくてみんながやっぱりね力を合わせていくっていうのはやっぱり横のつながりっていうふうにしていかないと絶対伸びていかないと思うんですね、うんうん、そこは自由になっていかないというか、なんかちょっと勘違いする人がやっぱ多いじゃないですか、はいはい、で例えばその横って言ったら、うん、ほんまに友達みたいになあなあにするやつとかおるじゃないですか、それは違うちゃんと先輩後輩とか上司とかあるので、はいはい、ちゃんとそういうところの、はい、ルールというかマナーは守っときましょうよという思考的なものはもちろん同じ会社で働いてるんで誰でも意見は言えるっていう状況を作るっていうのは横の考え方っていうか、そっちに持っていかないと、だからどうしても何かしらいい方に考えちゃうんですよね、はいはい、あのいい方にというか、うん、都合よく楽な方にね、都合よくね、うん、そうそう都合のいい方に考えちゃうんでちょっとその辺が怖いとこなんですけど、でもそういうやっぱ思考になっていかないと、やっぱ KY なんかはそのやっぱり そこをしたいと思ってる人がやってることに対してそれを全然あかんやんでこうやっぱり抑え込んでしまうというか、例えば僕がやりたいっていうことを、まあ、誰かがこうそれ違うよとか抑え込まれるじゃないですか、うん、でそれってあの人がこっちの人が決めることを相手の人は決めたらダメなんですよ、言うとね、うん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 、アドバイスとかできるんですけども、はいはい、そこをこうせあせっていうのは、うん、やっぱりその今まで言ったその教育制度がそうさせてるわけであって、うん、それは本来しちゃいけないことっていうか、うん、でそこをやってるから見返りを求めちゃうんですよね、褒められたいとか、あ認められたいとか、それをやっちゃうので、はいはい、あの褒められれば褒められるほど自分の能力がなくなっていくっていうのに気づいてないんですよ。ああ、なるほど、ね。なんか言うじゃないですか、褒められて伸びんねんみたいな。はいはい、褒められ、僕もそれは、はい、あの今その、うん、新しい心理学とかを学ぶ前は、はいはい、もうそっちの方がいいなと思ってたんですけど。うんうんうん、怒られるより褒められた方がいいや、でもやっぱり厳しいとこはまあ怒られながらこう伸びていったらいいんかなと思ったんですけど、両方ダメっていうえなんでと思ったら、やっぱりその決めるのは自分だっていうことをやっていかないといつまでたっても自立しないし、
褒められれば褒められるほどその人に服従してるんだよっていうところを気づきなさいっていうのがあ、なるほどと思って、確かにそうやなってものがやっぱありますよね。勉強すればするほど思いました、ね、だからね、その、なんでそのイニシアチブが自分にあるんであれば、うん、その別に褒められたっていうことをどう捉えるかって話なんで、そうですよ、感謝に変えないって話です、うん、そうそうそう、いやだから別に褒められてそれを喜ぶのがいけないんではなく、そうそうそう、褒められたら喜んだらいいねんけど、ポイントはその褒められたということをどういうふうに捉えるか、うん、あのこの人が言った通りにやったらよかった、だから次からもこうやろうじゃなくて、この人に褒められたということは自分がやった、これがこういうふうに評価されたんだ、うん、だったら、この評価を元にして次はこうやってみようっていう考え方で話が違うじゃないですか。そうそうそう、うん、だそこのところを勘違いして、そうなんですよ、言われて、ね、言われてよかったからあの通り次もやったらええんや、違うじゃんっていう話、ね、それその人の服従なんだね、その人に服従なんですね。あとそれと、考えを固定化しちゃう話になるんですね、うん、要するに、まあ、そう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 、だから例えばイベントをやりますと、うん、で今日やるイベントこういう段取りでやってうまいこといったから、で、店長も褒めてくれたから、はいはい、だから次からも同じようにやる、違うんって次のイベント違うイベントやる、そうそうそう、お客さんも違えば目的も違うし、うん、でやる内容も違うのに、あの前回やった通りにやってたら怒られないから、うん、前回通りやっちゃうっていうふうにすると、うん、全然いやお前ちゃうやろこれって言って怒られちゃうみたいな、でも前回褒めてくれたのにみたいな話になるんですよね。そうですそうです、よくありますねこれね、うん、大きな勘違いですね。そうそうそう、まあまあそれは、まあ、ある意味ね誰でも経験するのかもしれないですけどね。そうですね、うんうん、やっぱ分かんないですもん、やっぱりそれ、そういうふうに育ってきたら、そうそうそう、それが日常なんで、うん、何が悪いのっていうふうになっちゃうので、なります、なります、よく聞くとそういう話を聞いて、うん、まあ、違うとこからね聞いて、あほんまやって気づいたら、うん、気づいたとこからね出発すればいいと思いますし、それまでは分からんことできないですからね。分からんことできないです、ね、うん、分からないことできないんで、だからもうほんまに例えば仕事できない人っていうか、うん、覚えたてとか、ね、うん、新人とか、うん、でまあ慣れてる人とかと一緒に仕事やってる時に、うん、それをこう分からない慣れてる方って、はいはい、それやれよって気づけよとかなんか同じようなレベルでこう見えるじゃないですか、はいはいはい、そう、それって分からんのにできるわけねえじゃんっていう、そう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 それ教えましょうよっていうでも何回も何回も言っても、もちろんそのイライラするかもしれんけど、そのね、覚えの早い子もおれば遅い子もおるし、その辺はもうその子のね、育ちとか頑張りようっていうのを認めてあげないとあかんと思いますし、だからそっから踏み込んだらあかんっていうところですよね。そうそう、そこがね、なかなかやっぱり人として難しいんですけど、うん、そこがこう自由にできるようになれば、もっともっと自分の目線とかも広がってくると思いますし、なんかそんなんがいいですよね。そういうなんか楽というか、うん、そういう風に なりたいですね、自分も。まだまだでそれをやるためには、まあ 僕最初の話に戻るんですけど、うん、まあ、多分この話ちょっとまだまだ先続くんで、第2弾、一回これ聞きますけど、一回聞きますけど、要するに何かというと、その日本的呪縛から解き放たれないと、うん、これはなかなか難しいんですよね、うん、もうだいぶ、出てるのでまだ続きは、続きはちょっと次回に置いておきたいなと思うので、はいはい、分かりました、この辺で切っておきたいと思います。はい、はい、これ以上長いことするとね、待ってる人がいるんでね、待ってる人を呼びたいと思います。はい、あゆさん、はい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 、はい、こんばんは。こんばんは。はい、店舗からのお知らせに参りました。はい、はい、走るイベントですね、はい、チームラッシュが9月14、28の月曜日ですね、走るイベントです。はい、はい、大阪城の辺りを走ります。はい、ぜひ。それではですね、3回目、4回目そうですね、3回目、4回目ですね。はい、はい、はい、で次が何かやろうよ大人の放課後、はい、9月15と29ですね、そのチームラッシュの次の日です。はい、次の日です。はい、月カードセットになっておりますので、はい、ぜひぜひご参加ください。はい、あとは G ファイトクラブですね。はい、今回はスペシャルにしまして。何それ、スペシャルって何？スペシャルなんですよ。何がスペシャルなの？ゲームを大会にしました。ゲーム大会を、お、はい、後ろのスクリーンを使って大きい画面でゲームをする、はいはい、イースポーツですね。じゃあイースポーツ、イースポーツですね。イースポーツ、はい、ゴルフをします。あ、ゴルフなんや。はい、おー、はい、
ミンゴルを、はい、ゴルフコンペをします。はい、なるほど、あ、それ面白いですね。はい、はい、で9月の、19日ですね、はい、土曜日になります。はい、参加費が1500円、ちょっと500円高くなっておりまして、その理由は1位、2位、3位に商品があります、はい、プレゼントがあります、はい、プレゼント、はいはい、あるので、はいはいはい、そうなっております。それに伴いまして G トレーニング、G、そのゴルフの大会を練習をするための秘密を設けております、はい、なるほどなるほど、はいはい、9月の7日月曜日と16日の水曜日、2回練習日がありますので、19時から、はいございますので、ぜひぜひ来てください。そちら500円でもうゲームし放題になっておりますので、よろしくお願いします。ゴルフを打ちっぱなしです。はい、よろしくお願いします。あと、9月26日土曜日がいつか見た映画の会のスペシャルと題しまして、またスペシャルです。次の日、あ、次の週ですね。はい、ちょっとまだ内容は決まっておりません。決まってないですね。何がスペシャルなんですか？お昼頃から映画漬けの日に。おー、はい、前1回ね、はい、スターウォーズでやりましたね。そうですよ、はいはいはい、ああいう感じでね、はいはいはい、なるほど、はい、うん、ありますので、はい、はい、ぜひお越しください。はい、はい、あと YouTube の配信の方ですね、うん、マテリアル通信が、毎日の朝10時頃から配信しております。はい、あといつか見た映画の会チャンネルが、隔週となっておりまして、9月は7日と21日が配信日となっております。劇色チャンネルは9月から毎週木曜日になります。毎週ですね、はい、4回やりますので、9月は、はい、15時半から16時頃の間の配信となりますので、はい、ぜひぜひ見ていただいてご登録お願いします。あとですね、新しいチャンネルができたんですよ。またかよ。またかよ。はい、また新しいチャンネルができて、ひらめいた。はい、はい、マナーをね、いろんなマナーをね、見直すような、うん、YouTube の動画を作ろうと思っておりまして、はい、みんなで踊ろうマイウェイダンスっていうタイトルに。何？マイ、うん、なんかね。マイウェイ。マイウェイ。マイウェイダンス。はい。ちょっとね。お店にいるキャラクターがいてて、あのぬいぐるみなんですけど、マサオくんとタケシとジョンっていうあの 3匹がかわいい、かわいい3匹がいるんですよ。はい、いるんです。その3匹がやります。はい、メインで、はい、その 3人がメインで、はい、あの放送いたしますので。ダンスするんですか？あ、ダンスはしないです。あ、しないんですね。はい、ダンスはしないんです。はい、うん、うん、はい、マナーをね、こういうマナーを見直そうっていう動画ですね、はい、があるので、はい、なるほど、ぜひぜひ、はい、多分絶対面白いと思うので、ちょっと深くは突っ込まないようにしときます。ちょっと今はね、はい、うん、今の段階でちょっと突っ込まないようにしときます。いや、本当に面白いので登録ぜひぜひお願いいたします。見てください。はい、じゃあゆっさん帰ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、なんか走るのが好きになったんですね、きっとね、うん、はい、はい、じゃあ、次のコーナー行きたいと思います。はい、はい、じゃあ高橋さん。はい、はい、こんばんは、品川コーナーの高橋崎です。シネマ 2U のコーナーでございます。はい、走りませんよ、はい、走りませんよ、座りますよ、はい、映画は走らないで見てください。はい、今日はませんやからね、ちょうど1本目 ね、はい、今日はね、桃井かおりさんに関する映画を2本、はい、はい、一本目だから一度も売ってませんっていうね、題名でございます。はい、はい、これは今年7月3日公開になりまして、もうすぐね DVD 出るんですけどね、ちょうどね来週の、10日木曜まで宝塚のシネピピアさんで上映してまして、宝塚で、はい、で本日9月4日金曜日から17日木曜まではなんと私の地元塚口三三劇場で上映をしますのでね、はい、もう監督はもう坂本淳二監督でね、はい、皆さんもご存知だと思います。はい、で坂本淳二監督だからということでたくさんの人が出てますね。でこれはあの主演がですね、石橋蓮司さん79歳です。今年18年ぶり初やと思ったらね10年
8年ぶりに仕上げて、あ、そうなんだ、ほとんど、ほとんど初みたいですね、うんうん、なんか売りでは初っていう感じなんですね。で、まあ、この方が売れない小説家で自称ヒットマンで伝説のヒットマンと言われてて、そこにまあ依頼が来るわけですね。この人も殺してほしいっていうね。でも結局ね、まあ、この一度も売ってませんっていうのが、誰にかかってくるのかっていうのはまた見てもらえたいんです。ご本人なのかどうなのかって言いますとね。でこれが、いろんな岸辺徳さんとか佐藤浩さん、豊川さん、江口洋介さん、妻夫木聡さん、井上真さん、渋川さん、江本明さん、たくさん桃井さんと出ております。はい、あの大人のなんか昔の家族映画みたいな感じでね。はい、で監督がなんか見たいって言ってましたよね。いや、もうものすごい僕はあの坂本淳二大好きなんで。ああ、そうです。坂本淳二監督大好きなんで。はい、まあ、かね、坂本淳二監督久々ですしね、これ。まあ、どっちで誰年でデビューしてね、1989年でデビューしてもう31年。私はあまり見てなくて、僕もどついたるねん、王と鉄拳、はい、大体見てますから、ね、あ、そうです。その大阪の王さんです。私はあの、はい、亡国のイージス、あ、なるほど、はい、亡国のイージス、あれだけ見ましたね。あとはあまり見てないです。はい、はい、お会いしたことあるんですけど、トカレフとかね、まあいろいろあるんですけどね、はい、お会いしたことあるんですけど、あんまり映画見たことないですね、うんうん、失礼な態度をしてます。はい、はい、でもまあよければご覧いただきたいと思います。はい、はい、そしてもう一本、同じく桃井かおるさんが出てまして、はい、今年桃井かおるさん日本出るんですかね、はい、これは今日からですね、9月4日金曜日から、労働省の宇宙で一番明るい屋根ってね、いうことで、監督が藤井道人監督で、新聞記者、去年、はい、今年第43回日本アカデミー賞の、はい、新聞記者で最優秀作品賞を取ってる監督ですけど、もう全然あの流れが違う。これはどっちかというとあの、野中智子さんの原作があって、ファンタジー映画ですね、はい、14歳の、中学生がですね、ちょっと星を見てたら、星バーっていうね、桃井かおるさんが登場するというところからですね、まあ、好きな人との恋愛を結んでくれたりとかする不思議な物語です。はい、でだから桃井かおるさんもちょっと、その探してる人がいるんですけども、多分屋根がこの色だろうということで探していくという。で、まあ、その人にとってはその屋根が宇宙で一番明るい屋根であるということですね。はい、これまた今売れ線 の伊藤健太郎出ております。出てます ね、 ね、あのよく出ますね、はい、見ていただいております。で水野真紀さんが海の、母親役で出てますし、酒井真紀さんが空での母親です。ややこしいですね、これね、はい、そして、はい、そして主演が、清原果耶さんですね、はいはい、今年、この後、予定では5本、これを含めて5本公開されます。もう今ね、すっごいね、あの NHK に超気になるんだよ。なるほどね、NHK 主演作めちゃめちゃ多いです、はいはい、でこれ主題歌、今とあの頃の僕らっていうのも歌いはります。最後、ラストで歌いますね、これ大阪の方なんですよね、はい、そうですね、はい、で役目がツバメで、お母さんが、ひばりなんですね、うん、でこれあの先ほど星バーティー、桃井川さん演じる人が、うん、星野豊という名前なんです。あ、なるほど。で探してるのは実は笹川くんっていうのを探してるんですよね。これだから七夕ですよね。なるほど、星と七夕。ほんで妻部と、ひばりかですね、はい、なんでそういうところを見ていただきたいなと思います。はい、お父親役が吉岡さんですね、はいはい、秀隆さんとうとう、ね、父親の役が多くなってきましたけども、見てください。まあこれも最後に明かされるこの星バーの正体は何であるかっていう、はい、ちょっとしたファンタジーでございますね。ご覧ください、はい、今日から始まってます。よろしくお願いします。はい、はい、以上に本です。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、もうね、あのだいぶ超えてますだいぶ超えました、ね、今日だいぶ超えました、はい、まあもうしょうがないんで、はい、いろいろブツブツ切っていきたいなと思うんですけど、はい、今日ははい、まあそうですね、だからなんて言うんでしょう、あの前にあの小崎さんも言ってましたけど、やっぱ僕らが思ってること、はい、思いをやっぱり届けていくっていう、うん、まあ、せっかく配信してるんだから、はいはい、あの全然言いたくもないこと言ってもしょうがないし、そうですね、あの僕らが思ってることをどんどん発信していかなきゃいけないなって、はい、あの今日ちょっと強く思ったので、はい、ちょっとあえてちょっとメインでああいうあのハードな話題というか、はい、なかなかあの面白いか面白くないかは微妙なところかもしれないんですけど、まあ、こういう話も、まあ、どんどんいろんなところで織り交ぜてね、そうですね、伝えていきたいなと思ってますので、はい、またご覧いただければと思います。ゆうてらかにおいでおいでおいで、はい、はい、ということで、今日も、ご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。